都の城とは歴史上の都市計画に関する用語。中国を資源とする制度に基づき建築された都市。天使の居城が北辺にあり、その南に創を及び館長を設け、その周辺市街地が形成され、各々のの防衛のため城郭で周辺を囲んだ都市。学術的に都の城の宮戸系を総称して、旧都と呼ぶこともある。典型的なものは、 長安城であり、古代日本においても、律令制の継承とともに、藤原家、藤原家以前に首都を置いていた、南馬宮に、南馬景、などの都の城が建設された。日本では、都の城が置かれた土地を景と称し、和訓では、都と読まれた。都とは、大王の住まいであった、宮に、設備寺の、子がつけて成立した、山戸言葉で、万葉が名では、ビオル、 古、渡る夜古などと、表記されていた。日本においては、都の情勢が成立する以前から、大王の住む、宮と、その所在地である、宮古と呼ばれる特別な区域が存在し、そこに律領、律令制、宮の情勢の概念が取り入れられることで、宮、京もしくは、とという漢字が当てられてきたと考えられている。なお、古くは、里に、微笑の、みをつけた、 三里という枠雲も存在していたが、都の情勢が導入された時期にはほとんど用いられなかったと見られている。ヨーロッパの都市も多くが城壁に囲まれた構造をしている。その他、北、アジアや西域の馬力も都の城に類した構造を持つ。梶原考古学研究所創立70年記念周期特別展、旧都飛鳥数説によれば、 キュートという故障は研究所三代目所長の騎士と潮の造語とされる。北村正樹、慶野和君、宮子と三里対、初集、北村、平常形成立資論 ISBN978 から4から642046107。ありがとうございます。